こんにちはジャズドラムの黒田です今回もご視聴感謝しますありがとうございますそれでは今回はジャズの大まかなジャンルを2回に分けてざざっと進んでいきたいと思います歴史に合わせてこういうことが起こってこういうことが起こってこういう変化をしていくという、えー、そういった大きな流れをやっていくとまあ、音楽を聴いてて この辺の時代のジャズなんだなってわかるようになってくると、まあ面白くもなるし、あここら辺は私好きだなとか、そうあと僕はこういうとこがいいなっていうふうに考えてジャズをこう楽しめるようになると思うんですね。というわけで、ただただただ聞いてというよりかは、そういうこう自分の好きなものを見つけるための指標として、えー、こういった勉強をしていただければと思います。まずはですね、この年表を作りましたが、ジャズっていうのは。 まあ、1800年代ぐらいに、まあ、でき始めて1900年代にジャズの天才が3人生まれるわけですね、まあ、ルイ・アームストロングジョージ・ガーシュイン彼は、えー、ルイ・アームストロングは皆さんご存知た歌を歌ってトランペットを吹く人ですがジョージ・ガーシュインというのは作曲家です。ラプソディ・インブルーとかあと、まあ、ポギーとベスなんかをサマータイムなんかがその中に入ってますね聞いたことがあるかと思いますが。 デューク・エリントンですねデューク・エリントンっていうのは、えー、コットンクラブというお店で、まあ、音楽監督をずっと長くされて、まあ、5年間されてたんですが、まあ、それで有名になって、えー、こういう。 ジャズのまあ基盤っていうものを作っていく人なんですが、この三人、この三人がこう1900年代、アームストローンが1901年かな、えー、ジョージ・ハイシュンが1988じゃ98年、99年と1900年に生まれて、この人たちが1920年、要は20歳ハタ歳ぐらいになったとき、一番こう盛んに音楽活動をしているときに禁酒法っていうのができるわけですね。禁酒法はこう施行されたとき、こう13年間も施行されるんですが、これが非常にジャズをこう 温める温床にななっていくわけなんですがこうお酒を販売してはいけない売ってはいけない飲んじゃいけないわけじゃないですがそっち側をこう規制したわけですねそしたらマフィアのいる年とかがそういう,こう取り締まりができない年が、えー、アメリカに3つあってこれはまた別の動画で、えー、ご説明しますがそこでその。 ジャズミュージシャンがそこにいいミュージシャンが集まっていく。もう酒場がある。もうお酒を飲ませるためにダンスさせる音楽をということで、ジャズが選ばれたわけですね。だから、こうゆったりしたジャズもあれば、そういうので、こうお酒を飲むこともあれば、こうみんなでダンスして、自分たちもこう手拍子して、こう汗を汗をかか,かせて、えー、お酒を飲ませる。まあ、音楽にはやっぱり酒場には音楽が必要だということで、生バンドがいっぱい入ったわけですね。 ここでスイングジャズっていうのの基盤ができていくわけですねで、それを1930年代に白人がやり始めてこれで世界的に 爆発的にヒットしていくわけですよこれが皆さんのよく知ってるスインンングググジャズってやつのベニー・ーッドマンとかグレーンミラーですねこの辺、えー、皆さんよく耳にすると思うんですが、まあ、白人だしエンターテイナーなんでまだアドリブっていうのはあるんだけれどほんのちょっとあとはもう書いた譜面であってこういうブラックミュージックの人たちは、えー、こう一つのテーマがあったらそのテーマをアドリブしたりアドリブしーり繰り返して でまたメロディーに戻っていくって形なんですが、えー、グレン・ミラーとかベニー・グッドマンの曲っていうのはもうエンターテインメントでクラシックみたいに前から順番に書いてあってこの部分だけアドリブっってていう風ななスタイルになってるんですねそうするとやっぱりこう今のジャズクラブで僕らが演奏する時にはそういったこう皆さんがよく知ってる「シングシングシング」っていうのはよほどのことがなければまあ こう繰り返せるようにアレンジされてなければあんまり演奏する機会がないんですねだから皆さんそれを期待してジャズクラブに行ってもどちらかというとこっちこれ以降モダンジャズと言われてるジャズを聴くことになるんですね。で、えー、このスイングジャズ時代の、まあ、終,わ終わってっていうかこれはもうずっと続いていくんですね。リューク・エリントンバンドもずっとずっと1980年代活動をしてますからずっと続いていくんだけど新しい音楽ができていく。でここがビバップという これが1940年代にチャーリー・パーカーとディジー・ガレスピーというトランペッター2人がこれチャーリー・パーカーアルトサックスなんですが2人が始めたと言われてますがまあもちろんその人たちを中心にいろんな人たちが集まってやり始めるんですがこうだからこう単純なジャズっていうのをこうメロディーがあってこうアドリブがあってこう今までのやつだと 誰が音色がかっこいいかとか誰が高い音が出たかってそういう判断でしかなかったんですがこのハーモニーに対していかにいい音選びをするかっていうことをやり始めたんですね。そうすするとすごくく数学的になっていくんですよだからでしかもビバップの時代はですねこうメロディーっていうのは著作権がつくんですけどコード進行には著作権がつかない。メメロロデディィーーややっっってててかかららあとずっとずアドリブやってってまたメロディーに戻るわけだから メロディーも自分たちで作り直しちゃえばってことでアドリブやってるとこみたいなメロディーこういうのリフものっていうんんでですすが作り始めるんですねそうすると知らないメロディーをなんよくずっと演奏され続けるという聞いたことのないメロディーがずっと演奏され続けるということが起こるわけですね。でクールジャズっていうのはもっと特に特化していってもうこう特にこうメロディーは全然こう要はいわゆるその枯葉とかのメロディーを使った違うメロディーを作ったものなんで。 コード進行は枯枯葉葉だけどの何でかっていうと、まあ、著作権払いたくないからっていうのもあってでメロディーが幾何学的だとここも幾何学的に聴きやすいですがメロディーがメロディアスだと幾何学的に持っているのにちょっと時間がかかるじゃないですかだからそういう意味でこうテーーマ自体も気化学的にししたた方がジジャャズミュージシャンは楽しかったわけですねでそうするとお客さんが一般のお客さんがどんどん減って見てるのはミュージシャンばっかりってなるとお店がバタバタ潰れていくっていう傾向があったんですね。 でハードバップ時代、まあ、マイルス・デビスとかアート・ブレイキーとか、えー、サラ・ボン、まあ、僕はこの辺の人を挙げましたが、まあ、ここが皆さんが、えー、CD レベルで聴いてるやつの1950年代から70年代ぐらいのジャズっていうのがいわゆる皆さんがよく聴かれるジャズですね。ビバップ時時代代とかスイング時代ってててまままだ録音のの状態ああんんり良くないいで、聞いててもあんまりこう、 音色が音がねあんまりこう物語だしよくないしみたいな形であんまり皆さん聞かないです僕らも勉強のために聞きますからね、えー、1950年代ぐらいから本当に録音もどん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 進化していって、えー、長い演奏っていうのが聞けるようになっていきましたここら辺がハードバップってやつですねハードバップっていうのは何かというと、えー、まあこれはアートブレイキーの演奏を見てこれはハードバップだってこう評論家が言っただけでまあ大きく分けるとビバップ以降全部モダンジャズです。 ただそのクールジャズとかビバップっていうスタイルはやっぱりこうお客さんには分かりにくかったんでハードバップはマイルスなんかは例えば「バイバイブラックバート」とかその当時流行ってた曲をこうモチーフに知ってるメロディーが出てくるわけじゃないですかでその後にアドリブをするそうするとこうメロディーがまだ残ってるそうしたらこうバックリフが入って手拍子をするような部分が出てくるみたいなお客さんにも分かりやすいでもアドリブの部分は自分たちがビバップで培ってきたものをすごくやるけど。 まあ見た目すごくお客さんにも分かりやすいっていうスタイルアレンジが施されたビバップみたいな感じなんですねこういったものが出てくるようになりましたでねこうボーカルが、えー、ジャズボーカル入っているサラボーンなんかはこうスキャットスキャット一番最初にやったのはルイ・アームストロングなんですがまあその歌詞角を落としてねで歌詞分かんないから適当に歌って途中でビバップ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 っていう風に歌い始めたとそれがスキャットですねでフレーズの最後はビバップになるからそういうこういこ アドリブをやって最後がビバップになのからビバップって名付けられています。といった具合にこう皆さんがよく聞かれるスイングジャズっていうのはまあ白人のやっていたスイング時代1930年代38年にカーネギーホールでベニングットマンが演奏して世界的に有名になるんですがその時代のことをよく聞いててこれがジャズだと思ってモダンジャズ見に行くともうかけ離れた音楽になっていくわけですね。 なのでこのビブアップハードバップハードバップ以降はどうなっていくかっていう話をまた次回続けてやりたいと思います以上です今回もご視聴ありがとうございました皆さんのためになったと思いましたら是非いいねマークを押してください 良、えー、ければチャンネル登録もぜひお願いします、えー、こういった内容のちょっとした豆知識を毎回毎回配信するんですがまとめまとめサイトとかそういったものをご紹介するメールマガジンがありますので詳細の欄からよければ登録してください以上ですありがとうございました